さん TV でございます。大人気モロパクリ企画ね、お待たせしました皆さん、 AKG が完成でございますと。まあ、どっから行こうか。もうオーナーさんが頑張ったこの風防、これ38風防はちょっと長いやつね。でここのステーもロングなやつ買ってきて、ここからつけたと。なんでライトステーからじゃないかっていうと、純正でさこうなるやなと思って、でウィンカーも変えたっちゃうけど、でまあこっちの紹介からいこうか。まあ白に塗ったちょっと離れてみて、ヤンキーな感じやろ。まあ白のね、こういう感じが多かったと昔、あと爆発とか。でまあね、ここを紫に塗ったのがオーナーさんのこだわりね、真っ白にしすぎんよ。でなんとラッパも真っ白で、ラッパの紹介は最後に行こう。でこのオーナーさんこだわりの羽の延長の長い羽ね、やっぱ羽は長い方がかっこいいやろ、大体90年代の高速としたできるから。でまあここはもう当たり前の白ラインテープ、ちょっとガタガタになっております。でまあ見て、なんといってもね、まあ、先にシートから行こう。シートはねこれ福岡のちょっとインスタの載せとくけど、そこが作ってくれた紫のドヤンキーなチンチラシート。でまあこのオーナーさんこだわりの竹槍、これ竹槍製作動画あるけど、これオーナーさん手作りやでね、サンダーで切って合わせたりして、こことか見て、こういうとこ見た方がいいよ皆さん、ステーの使い方の勉強。まあこういう感じでおりますと。でね、ハンドルはねちょっとヤンキーなね、あのパイプ版をなんか交換パイプで自分で絞りましたみたいな、この角度のハンドルを取ったの、おしゃれなんじゃなくてね。でまあちょっと君、まあテーマは90年代やな、ね、でここ塗装が剥がれてるの、バカにブレーキのフルートもらしとか、まあそれはいいけど。でまあ大好評デンマークの旗棒、ちょっとこっち来て、でもこの辺も塗り分けどうぞ。デンマークの旗棒と、まあこれはあのZファーザーで買える普通のマーシャルで、これは本物のボグランプ。でもウィンカーも変えておりますと。でまあこれ風防角度なかなかどうしてやろう。まあ風防って人によってはさ、この絞りとか角度高さギリギリまで引っ張るとかいろいろおるっちゃけど、このスタイルはこれがいいんじゃないかと俺は思ってやりましたと。まあ賛否いろいろあります。でね、まあここまでが俺のあのラッパー最後ね。でねこのバイクはねチビッチ号つって、まあ福岡の匿名希望のチビッチがのバイクな、それを一緒にああでもないこうでもないってメールでやり取りしながら作ったと。でそのために動いてくれた安川英二君、ちょっとバイクを映しながら、通称安川英二君が、まあ、パーツのために走り回ってくれて、今も沖縄でなんか見せて頑張っておらっしゃるっていうこんなでございますと。で、あこれそうそう一個問題ね、これね、ずっと時間かかったの、これセルはかからんじゃん。で最初セルモーター開けて、あのレギュレーター変えて、バッテリーも変えて、なんとここっちゃう、まあ、これは素人ヤンキーのということで、じゃあラッパで最後お別れで、ラッパ来てる、じゃあいきますよ、離れたとこ行こうね、またうるさいけ、いきます。でございます